それじゃあ、最初はどこに行こっか。歌姫ちゃんはどこに行きたい？私は絶対にここって場所はないかな。今は何だっていい経験になりそうだし。そうだね。では座長の意向を聞いてみようか。うん、そうだな。こんなところに張り紙があるぞ。何何？戊辰、共に賞を作る者。おお、どこかの劇団が公演のために人を集めているようだ。これはおあつらえ向きだな。錬金術師はどう思う？そうだね。ああ、この劇団なら名前も聞いたことがあるよ。とてもいいショーをやるらしい。そうなのか。ならば決まりだな。次の目的地はこの劇団がある町だ。こうして旅の一座は次の町に向かったのでした。果たして次はどんな出来事が彼らを待っているのでしょうか。次回へ続く。即興にしてはなかなか良かったのではないか。そうだね。まあ次回へ続くという形で終わるショーはあまりないけれど、このショーに限ってはこんな風に続いていくのもいいかもしれないね。うんうん、ミクもそう思う。確かにね。どうしたの、エム？嬉しいなって思ってたの。行っておいでってお兄ちゃんたちに言ってもらうまで、私、みんなと練習するの、ちょっと悲しかったんだ。みんなと一緒に練習できて嬉しいのに、もうすぐ終わっちゃうんだなって。昔、お日様が沈んじゃうのを見てた時みたいな、そんな感じがしてたんだ。M。でもね、今は大丈夫。ちゃんと嬉しいこと、嬉しいって感じるよ。僕も M 君がそう感じてくれて嬉しいよ。嬉しいか？いい態度ね。あ、ねえねえ、それじゃあみんなの嬉しいを歌おう。そうね、私も賛成。嬉しい時は全身で表現するともっと嬉しくなるもの。それじゃああれはどう、エム？あれ？あ、うん、みんなであれを歌おう。用意はいい？それじゃあ行くよ。
胸が躍るぞ。このメンバーで新たな冒険へと旅立てるのだからな。冒険ってちょっとオーバーでしょ。けれど未知の世界へ飛び込むという意味では冒険と言えるかもしれないね。まあ確かにね。きっと前みたいに苦しいこともあるかもしれないけど、でもみんなで助け合って乗り越えていきたいな。あ、Mちゃん、どうしたの？冒険に行くならちゃんと準備しなくちゃだよね。持ってくものをリュックに詰めなくっちゃ。何入れてけばいいかな。あ、パスポートとか。ちょっとどこまで行くつもり？どこまで？じゃあ世界中に行ってみたいな。M はそうではなくてはな。それでは我々も準備をするとしよう。持ち物をというよりはこれからの方針の相談になるかな。そうだね。よければミク君たちも手伝ってくれないかい？僕たちの冒険地図を作ることをね。うん、もちろん。もし海藻のショーをするなら、海の中で揺れる海藻の肉たちは季節に関係